京王五0系電車、京王五0系電車、京王五0系電車は、かつて京王帝都電鉄、現、京王電鉄に在籍していた、通勤系電車である。本系列には、基本系列の五0系、競技と増結用の五千七十系、五千百系が、存在したが、一般的に両車をまとめて五0系、抗議として扱うことが多い。このため、 本校では両系列を一括して記述する。1963年、昭和38年から1969年、昭和44年にかけて155両、うち5000系が4両編成23本、5100系が2両編成12本3両編成13本が、日本車両製造、東急車両製造、日立製作所で製造された。 河川電圧の1500ボルト昇圧に伴って投入され、京王帝都電鉄京王線が路面電車由来の軌動線から本格的な都市鉄道への脱皮を果たしたことを象徴する車両である。また、この車両から前面に貫通扉を設置した。前年に登場した井の頭専用の3000系に、続いて1964年、 昭和39年度の鉄道ともの回ローレル賞を受賞している。同一鉄道事業者の2年連続受賞は慶応が初であった。この5線系を最後に慶応はローレル賞、ブルーリボン賞を受賞していない。1968年昭和43年以降に製造された車両は関東地方発。 また通勤系電車のうちロングシートを装備した車両という条件に限れば日本初の冷房車となった京王線沿線では戦後復興から昭和30年代に入り沿線人口が急増しその対応として河川昇圧をはじめとする輸送力増強対策を進行するとともに新宿駅の地下移設と駅ビル建設を行い百貨店業に進出することを決定した そのため、百貨店のあるべき姿の参考として1962年、昭和37年7月、沿線利用者を対象に、慶応のイメージに対するアンケート調査を行った。しかし、地味でパッとしない、電車が呪いというマイナス評価が、堅実、対衆的というプラス評価を上回るという、厳しい結果となった。このため、鉄道部門でも従来のイメージを刷新するべく、 新宿駅東八王子駅、現、京王八王子駅間に定期特急を新設するとともに、特急運用に充当する車両を申請することとなった。導入の際には2ドアクロスシート車とする案もあったが、ラッシュアワーの際の客扱いに懸念があったことと、在来車との汎用性を持たせることから、3ドアロングシート車とした。17,500ミ、mm、リメートルの車体に、 片側3箇所の片開き扉を配する。窓は上段加工、下段上昇の2段式で扉間に3枚、扉マイナス車端間に2枚を配する。これは2 7 0 0系以来この5 0 0 0系まで続いた窓配置である。車体の幅は当初 2744mm、外半感 2700mm だったが、1964年製造の 第7編成からは 56mm、広い 2800mm となった。車両限界拡張に伴い強幅車は、扉下ステップが延長された。腰板を折った裾絞りの断面形状は、当時首都圏の通勤軽車両としては珍しく、他の例は、小田急と相鉄のみである。前面は慶応で、初めての全面貫通扉、角型急行等を設置し、運転台の窓は、 これも当時の通勤者では、A 段3000系電車以外に、例のない、テーマのパノラマミックウィンドウとした。塗装は、アイボリー色の字色に 80mm 幅の、エンジ色のラインを倉庫に入れた。初期の車両は、先頭車の正面脇に、ゲを入れていたが、後に廃止された。このアイボリーは、その後、KO グループのコーポレートカラーとして、バスやタクシーなどを含めて、 広く用いられた。1965年、昭和40年製車からは、前面、側面の行き先表示装置を電動式とし、これ以前の車両にも改造で設置した。前面の種別表示のサボは掛け式から後に差し込み式となった。試験的に区ハ5717と区ハ5767にスカートを設置したこともあったが、この時点では、 他の k 王車両には波及しなかった。車体前くらいの扉乾燥下には、k 王帝都電鉄の旧車掌、五一車端部の裾には、KTR の文字があった。これらは1989年、平成元年以降撤去し、代わりに運転室直後の窓状に、現行の CEI シンボルマーク入った。井の頭線に投入した3000系は、ステンレス車体だったが、 この5000系は普通構成車体である。当時、京王線は、踏切が約340箇所と多く、2013年現在は137箇所。その後、京王線の踏切は、昭和55年までに自動化されている。踏切事故時の修復を容易にするため、普通構成車体を採用した。車内設備に関しては、極力3000系と共通設計を行った。 様々なバリエーションの車両が存在し、鉄道技術士の観点から見ても、興味深い。冷房装置は8種類、駆動方式は釣り掛かり駆動式とカルダン駆動式、主電動機、主制御機は3種、台車は12種が存在した。5000系は 2M2TC の後継材車として製造された。WN 継手式駆動の補局、保償巻線付け直巻主電動機。 発電制度を不一回転カム軸式主制御機、アス空製装置、PS13 型パンタグラフを搭載した。起動加速度は、時速 2.5km、S、弱め開示制御を15%までの広範囲で、行い、5.60、150kW 車は6.07、という大歯車比と、時速 30km 台の低定,定格速度にも、かかわらず、 時速八十キロメートルの加速度時速一点五キロメートル S、平坦線釣り合い速度時速百二十キロメートルの高性能を有する。制御機は、日立製作所製で、m、MM、m c h t b 二0 b もしくは、MM、m m c h t b 二0 c が使用された。両制御機の制御段数は共に弱め階時起動1段、直列十二段、並列六段、弱め階、 段発電精度20段である。パンタグラフは後年 PT42 型に変更され、余った PS13 型は井の頭線に転用されている。運転台は低運転台で回転式にハンドルで運転される。速度計は時速 140km 表示である。台車に関しては当初、区波には 昇圧工事に際して廃車となった小型車のものが流用される予定であったが、東急車両製造、日本車両製造、日立製作所が試作的な空気バネ車を製作して提供したため、新品の台車で揃えることができたというエピソードがある。5100系は、当初5070系と呼ばれ、2700系を伝送解除した上で、台車、制御機、 1 1 0ットの主電動機を流用、性能も2 7 0 0系相当とはいえ、最高運転速度時速1 0 5キロメートルには問題なく対応していた。第13編成からは5 0 0 0系と同じ主電動機1 3 0ットのカルダン駆動に変わったが、形式上の区別なく、デハ5 0 7 0系及びクハ5770型として製造された。 第19編成から3両編成となったが、5000系との番号重複の恐れが出てきたため5100系として登場。5070系として登場した18本も5100系に解消した。前後して、カルダン駆動の第13から18編成は、中間車を増備して三連化された。昇圧準備工事の際の車両のやりくりの関係で、明日式を採用した。 制動装置は1965年以降の 5000K 及び 5100K の第9編成から HSCD5100K 釣りがけ駆動車は電線なしの HSC 方式に変更された。1967年昭和42年の5716編成から主電動機出力が 150kW になり ATS を装備した。 5711から5715編成も、後に出力1 5 0キロワットの主電動機に換装された。1968年、昭和43年の5718.519編成から冷房装置を搭載した。前日の通り、5 0 0 0系5 7 1 8編成、5 1 0 0系5 1 1 9編成から、 冷房装置を搭載したが、時期により以下のバリエーションがある。非冷房車の冷房車化は1969年から開始されたが、車軸の安全強度上、問題のない車両に限って行われ、5701から5710編成と5101から5112編成が改造対象から外れた。 冷房容量の不足する5016編成の出刃は1985年、昭和60年に、集中型フターマイナス375から208バイトに、交換された。また、新生冷房車のうち集中系を搭載した車両は、冷房装置更新の際に、5719、編成がクーラーキセが、独特の形状をした集中型フターマイナス375から206、 容量3万キロカロリー34.88キロワットに5720編成5124から5125編成が集中型フターマイナス375から205に交換された。なお、フターマイナス375から205に関しては、後年、 6000経営のクーラー更新時に余剰となったフターマイナス375から208バイトに交換された車両もある。1963年の投入直後は、京王のフラッグシップ車両として、新宿東八王子、直後に京王八王子と会場間の特急に使用された。1967年の高尾線開業で、設定された高畑不動で分割。 併合する特急にも通されたが、この時は5070系、直後に5100系に、解消には、社員のアイデアで5条防止の緑の釣り輪が採用された。これは、全3両、54両などと案内しても乗客には分かりにくいが、緑の釣り輪の車両、白の釣り輪の車両といえば、誰でも間違いなく、行き先が分かるというものである。このアイデアは、 6000系や8000系にも受け継がれている。1972年、昭和47年の6000系登場以後は徐々に急行系列車の運用から撤退し、特に冷房のない初期編成は冷房車の登場で、早期に急行系列車から外され、1970年代後半からは、確定を主体に運用されるようになった。それでも引き続きハイキング特急。 人馬や大晦日から元旦に運行される特急、迎え光、競輪特急、競馬特急、急行などの季節列車、臨時列車には1980年代中頃まで5000系冷房車が使用されることがあった。その他、6000系の工場入りが重なった際にも5000系の急行系列車が一時的に見られることがあり、1988年、 昭和63年夏頃には6000系8両編成の予備車確保の目的で5000系4連の片側戦闘車をした編成を2本連結し、さらに5100系3連を連結した9両編成が現れ、平日では午前中に通勤休校や特急で、休日には特急、ジンバーで使用されたこともある。1990年、平成2年頃までは土曜。 休日の朝に5000系6.7両編成仕様の快速京王八王事業が片道1本のみ存在したが、これが最後の定期休行系運用とされる。これら休行系列車への使用は冷房車に限定されていた。その後、1995年、平成7年5月1日はダイヤ乱れがあったため、特急橋本業に片道1回のみ使用されたことがある。 5000系は、地下鉄乗り入れ用車両ではないので、新線新宿伊東の東京都交通局、都営地下鉄新宿線には入線しなかった。また、車両限界の関係から笹塚新線、新宿間にも、営業列車としては入線しなかった。1979年、昭和54年10月3日に、武蔵野大駅東側の飛田急11号踏切において、 トレーラーより転落した重機との二重衝突による事故で区ハ5871号が同年11月16日付で廃車され、詳細は日本の鉄事故京王帝都電鉄京王線列車障害事故を参照翌1980年1月末に高畑不動建築にて解体された。この際に残った5121編成の2両は、 当時編成を組んでいた5713編成と変則6両編成で運用復帰した。後年5721編成から区波5771を抜き取って7両編成となった。他方で区波5771を教出した5721編成は5716編成との変則7両編成を蘇生した。 本格的な廃車は1987年、昭和62年から始まった。最初は2両編成の吊り掛け駆動車、5101、編成5112編成が対象で、1989年3月21日までに営業運転を終了し、慶王から吊り掛け駆動車が消滅した。これらの車両のうち21両は、比例棒のまま、伊予鉄道に譲渡された。 この時点で残った車両は4両プラス4両編成と4両プラス3両編成にまとめられ、各駅停車で運用された。1990年、平成2年は、相模原線の橋本開業による車両増備で廃車はなかったが、翌1991年、平成3年から、強幅4両編成の廃車も始まり、冷房のない強幅編成は1992年。 平成4年2月までにすべて廃車となった。同年5月に8000計60両が投入されたが、橋本特急新設による運用像のためにこの時点では廃車は発生しなかった。その後、同年10月から再び置き換えが開始され、同年12月までに29両が廃車となり、比例防車は全廃された。そして、1994年、平成6年春に12両。 1995年、平成7年春に38両が廃車になり、5100系は事実上全廃となった。この時点で5000系のみ24両が残った。同年11月から12月にさらに16両を廃車したことで、4両編成を2本連結した8両、編成1本のみとなり、平日は朝ラッシュ時のみ、土曜、休日は競馬場戦、動物園戦といった。 支線内をし列車を中心に運用されていた1996年、平成8年3月以降は、本線から完全に撤退し、動物沿線の区間運転で使用されたが、同年11月30日に、さよなら運転の準備と移動を兼ねて、高畑不動慶応八王子新宿若葉台で、最後の営業運転を行った。翌12月1日に、 さよなら運転を行ったが、この時に、かつての帯の髭五千七5722に追加した。若葉台新宿京王玉センター若葉台を2回運転し、午前と午後の運転の間には若葉台で撮影会も実施した。このさよなら運転は招待制であり、1000人、午前、午後各500人が公募されたが、実際の応募者が3000人余りに達したことから、 慶応では落選通知のハガキを撮影会場に持参した人に対し、さよなら運転告知の中ずりポスターをプレゼントするほどであった。さよなら運転後、8両が四国の高松琴平電気鉄道に譲渡され、1両が生体保存された。さよなら運転以後は、最終増備車5125編成の3両が1995年、平成7年に、 事業用車である貨物電車として改造された。地機290系、長物車と接した貫通路を閉鎖、同時に釣り輪が撤去され、クワ車内にバッテリーを移設、地機を連結するため棒連結機が密着自動連結機に交換され、制動が空気のみになったものの、外見は旅客営業運転に使用していた時代の情を保っていた。普段は、 高畑不動建築で待機していることが多かったが、保線作業や工事の輸送のため、時事夜間に、ごく稀に昼間にも運転されていた。その後、2004年、平成16年8月1日夜中のレール運搬を持って、事業用車としての使用は終了した。後継車として6000系の改造車である、では600型が入った。事業用車に使用されていた3両は、 同年11月14日の若葉大検築でのメモリアル撮影会にて一般に公開された後、翌12月16日から17日に車体を切断の上で群馬県立林市東武鉄道北立林に扱い処理んちへトラックで輸送され解体業者に引き渡された。なお、一両の前頭部を京王レールランドに生体保存する計画もあったが中止されている。 さよなら運転に重当した5722編成と5723編成のうち、区派5723が東京都八王子市堀の内の慶応資料館に保存されていたが、2013年4月に慶応レール、ランドでの保存展示に備えて、多摩動物公園駅に移動し、同年10月から一般公開が開始されている。5000系は、 全長十八メートルの三度アーで、地方鉄道で使いやすいことから、京王グループの京王重機整備が、積極的に販売事業を行った結果、多くの車両が改造の上、地方施鉄に譲渡されて使用されている。いずれの会社もゲージが、京王電鉄とは違う千六十七ミリメートル、高松琴平電気鉄道は千四百三十五ミリメートルのため、台車や走行機器は、 低都高速度交通営岸3000や、京浜急行電鉄線系の廃車発生品を流用している。なお、最初に譲渡された伊鉄道は、種車の台車を改造したり、自社で保有しているものを使用している。ただし、これらの譲渡先でも製造から半世紀が経過して老朽化が顕著であることなどから、2015年、平成27年頃より順次廃車が進行している。 これらの車両はすべて上と先のオリジナルカラーで運転されていたが2012年平成24年7月に市畑電車2100系同年10月に富士急行1000系電車のそれぞれ1編成2両が慶応時代の塗装になこれらは2013年平成25年に5000系が登場50周年を迎えたことから3社共同企画として実施された 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。